ピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。はい、おめでとう。あと思ってんけど、はい、私たちほら、はい、時間とか曜日とか一切関係なく生きてるじゃないですか。もしかしたら、はい、空いてない時間っていうのもあるのかも。はい、もしかしたら検索したら出てこえへんすか、ね、なんかね、ちょっとね、店の名前が分からんねん。あー、なるほど。残念ながら、はい、イカ天は諦めるしかなさそう。神よ神よ、待ってる。あ、民生、ガビーン。これめっちゃ美味しいんですよ。どこで映せるみたいな。これこれこれ、このイカ天美味しいね。タミオ、うまそう。めっちゃ美味しいね。え、食べたかった。でも4時半までにあっちに行かなあかんから、めっちゃ遠い。そうすみません。めっちゃ遠い。何食べます。何食べます。なんか変わる。パンダマンとかってそういう感じのやつ。めっちゃ今抜けた。あ、これいけます。はい。すげえやん。これはどれをやるの。あ、これなんか。これちゃいます。あ、もう絶対やるじゃん。え、すごいやつ。届かない。もうこれちゃいますよ。運気アップ。私も今日所持金9000円しかないんで。餃子かわいい。餃子ちゃん。そうですね。僕の9000円を南京町に、はい、落としていきたい。はい。押したら行きます。了解、はい、これでじゃあ、でもとりあえずこれですかね。はい。もうこれさ、どれとかじゃない。これ？はい。近くがチャンスです。多分この辺の、ね、はい、はいはいはい、そのままそうです、ね、ポロンって落とすんだ。そうですね。この辺ってこと？はい。これってもも
ちょっと行こうと思ったら行けるってことやな。これぐらい、あ、待って待って、これぐらい手前かな。なんやったらここに引っ掛けてこいつを、あ、そういうこと、2本でポンって上げるみたいな。なるほど、あ、フットガードですね。え、これなんかこう回したりはできるの。回したりはできるんです。これぐらい、はい、これぐらいかな、いくで。あ、もう、あ、ここに。ゲットです。やった、なんかやってた。いや、やってた。こっちは行ったと思うか。餃子、餃子はいらないですか。ちょっと9000円を落として帰るんです。はい、これもじゃあ同じ手法で、木の安全をね、この後ろも同じ手法でいけるかな、多分。これぐらい、これぐらい、これぐらいかな、それぐらい足りますか。いきまーす、はい。できるじゃんこれ。おー、リベンジ絶対取ります。はい、真剣に行きますね。行きます。これぐらい、ちょい右ちゃうさんね、それ右。あ、これ飲まれとかもできるやん、すげえ面白いな、もうちょっとこれぐらいかな。はい、いきますね。はい、いきます。すげえ、あ、おなんだ、なんだ。いけてたよ、はい、しかも肉とか。ちょっとお腹すいたんでもう一回いきます、はい。え、ちょっと移動したな、なんだ。それかこれ狙うか、こっちの方がいいか。あ、こっちは行かれへんねや、はい、ないよね、狙えかな。手前のやついっか、このぐらい。まあまあ行ってみようか、行きます。奇跡の、奇跡のエビ餃子、やった、いただきます。やった、これでゲットですね。ゲット、はい、ゲットだぜ。はい、でももう、もうハマってますよ。この1000円だけ使い切ろう、はい。今のところ300円で全部取れてるんで、はい、これ400円なんて多分取れるし、これだけでいきましょう、はい。エビ食べたい、はい、あーでもむずいな、もう、もうそこやな、はい。まあまあまあ、いつも。出てきたっす。なんだよ。エビが。なんだよ。え、おぶ。出てきた。ちょっとエビが出てきたので行きましょう。ちょっとあれ、どうしてこっちですか。
エビがそう、いける、これはいけますよ、これは絶対いけるやろ、これ無理やったらもうやめた方がいいな、私これぐらい、これぐらい、ちょい多くちゃいますこれぐらい、はいこれぐらい、これ無理やったら悲しすぎるこれでいけるでしょ、はい、いきます、あ、ちょっとイエーイ、ゲットですね、狙いのエビを、狙いのエビ、さっきもエビだろ、はい、あれエビどこ行った、あれエビどこ行った、中華まん、まあ、これ絶対無理やん、はい、取れるわけないやん、これね、アホやわ、あ、もう引っかかってすらないわ、あー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 100円ドブに捨てますお疲れ様でした、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 お疲れ